王様の御世であったか、女子とか皇位とか言われる皇宮が大勢いた中に、最上の貴族出身ではないが深い ご愛情を得ている人が、それでは次の問題だ。ここはテストに出すからよく覚えておけよ。2つの数の和が5、積が -84 の時、
その2つの数のうちの一方を x とすると和が5だから、もう一つは 5-x と表すことができる。積がマイナス84であることから、x=-x=-84 という x の方程式が得られる。ここまで分かってるか？これを変形すると、x÷-5x-84=0 という x の方程式が得られる。
ら、岸井さん、どうしたの？え？どうしたの、岸井さん、落ち着いて。こんにちは、ミカ。あれ？また忘れちゃったの？僕のこと。あ？覚えててくれた？まあ、別に僕としてはそんなことどっちでもいいんだけど。それよりどうだった？今見てた夢は楽しかった？今頃気づいた？ちょっといたずらが過ぎたかな。ミカにはこれからもいろいろな体験をしてもらうことになるからね。ちょっと試させてもらったのさ。なかなか面白いものを見させてもらったよ。今回はちょっと意地悪しちゃったけど、今度会う時には面白いものを見せてあげられると思うから期待してほしいな。と言ってもミカは次会う時にまた僕のことなんて忘れてると思うけど。楽しみだな。分かってないね。